こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジムアイス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくジムアイス行きました。続いて前へ行くのはプレザントハント、さらにはミルサスピション、11番タイムトゥバレー、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはジムアイス、その外からプレザントハント、オレンジの帽子、タイムトゥバレー、その後ろ。ソウルシュア、そのうちに続いています。その外にオナーグライド、青の帽子、ミルサスピション、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。ジムアイス先手を取りました。ソウルシュア、それに続きます。その外にタイムトゥバレー、その隣にプレザントハント、その横にプレザントハピネス、ミルサスピション、この馬もこのグループ。すぐ隣にニュースコンフィデンス、カナディアンコンバット、そのうちに続いています。その外にセンターウェイ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はオナーグライド、2番手はジムアイス、プレザントハント、3番手カワッチシェル、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はオナーグライド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オナーグライド先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 オナーグライド先頭だ。残り 100m、 カワチシェル抜けた。オナーグライド追いすがります。カワチシェルもう一伸び、カワチシェル1着、カワチシェル1着、2着にはどうやらオナーグライド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウィングアロー、これは好スタート。クイックポート、この馬も好スタートを切りました。ゴールデンミサイル、前に行きそうです。スカイミズーリ、それに続いています。さらにはリアルクワイエット、12番スキップロビン、その後ろ。では前の方から見てみましょう。ゴールデンミサイル先手を取りました。その外にクイックポート、ウィングアロー好位をキープ、その隣にコロナドズクエスト、リアルクワイエット、そのうちに続いています。内からはフェイバリットトリック、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスカイミズーリ、その後ろにゴールデンミサイル、青の帽子、コロナドズクエスト、その後ろ。すぐ後ろにフェイバリットトリック、プレザントクラフト、そのうちに続いています。黄色の帽子、フレンチピレネー、その後ろ。その外からスキップロビン、内からはアローネイティブ、その外からステージアリーナ、内からはアリーパイオニア、ビクトリーギャロップ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでゴールデンミサイル先頭に変わりました。コロナドズクエスト、ほとんど差がありません。3番手にウィングアロー、絶好の手応え。ウィングアロー、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったコロナドズクエスト、リアルクワイエット先頭。残り 200m、 リアルクワイエット先頭だ。リアルクワイエット先頭、ビクトリーギャロップ食らいつく。リアルクワイエット先頭だ。リアルクワイエット、リアルクワイエット1着、2着にはどうやらビクトリーギャロップ、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。Thank you.
こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アルムタワケル前に行きそうです。キングオブキングス、それに続いています。さらにはタイムリーメール、16番エルコンドルパサー、その後ろ。先頭に戻りましょう。キングオブキングス先手を取りました。2番手に16番エルコンドルパサー、内からはアルムタワケル、セカンドエンパイア、そのうちに続いています。内からはシャープダディ、その外からタイムリーメール、その外にアクティブカルメン、プレシャスジェット、そのうちに続いています。その外にマッハダンジグ、ファントムプリンス、そのうちに続いています。その後ろにスクリーンサクセス。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはキングオブキングス。さあ先頭はまだ15番キングオブキングス、アルムタワケル、ほとんど差がありません。リーガルホーク3番手、大外からピンクの帽子エルコンドルパサー、伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。キングオブキングス先頭、あと 200m、 先頭はエルコンドルパサー。キングオブキングス必死に追いすがります。キングオブキングス追いすがります。エルコンドルパサー、もう一伸び、エルコンドルパサー、ゴールイン、エルコンドルパサー。1着、2着はキングオブキングス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のエアハイネス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。待機リバー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。やはり逃げるのは待機リバー、バトルキャップ、これに続きます。その隣にアグネスレイン、その横にナイトエクセレント、その外からキャニオンウォール、その隣にグリールサイクロン、マイネルリック、そのうちに続いています。その後ろにアップウィン、エアジハード、いい位置です。その外にエアハイネス、オレンジの帽子クリスタルハーバー、その後ろ。内からは西のアイランド、その外からオーショガード、カフェボンバー、それに続きます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ3番待機リバー、ナイトエクセレント、ほとんど差がありません。アップウィン、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったグリールサイクロン、グリールサイクロン先頭、2番手はグリールサイクロン、懸命に追いすがります。エアジハードいっぱいになった、あと 200m、 先頭はエアジハード、アグネスレイン必死に追いすがります。マイネルラブ迫る、エアジハード、もう一伸び、エアジハード、エアジハード、1着、2着にはどうやらマイネルラブ、エアジハード、1番人気に応える見事な G1 勝利です。